マルティン・ドゥブラフカは、チェコスロバキア・ジリナ県ジリナ出身のプロサッカー選手。イングランド・プレミアリーグのニューカッスル・ユナイテッド・ FC に所属している。ポジションは GK。地元の MK ・ジリナのユースチームに入団後、2008から09シーズンにトップチームに昇格し、2009年5月の MFK ・ドゥブニカ戦でプロデビュー。翌2000から10シーズンはリーグ優勝を経験。 2010から11シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの予備予選を勝ち上がり、本大会出場を果たす。2014年1月、デンマークスーペルリーガのエスビアウェフ B に3年契約で移籍。2016から17シーズンはスロバキアに帰国し、FC スロバンリベレツでプレー。2017年6月に AC スパルタプラハと3年契約を締結。 2018年1月31日、プレミアリーグのニューカッスルユナイテッド FC に、買取オプション付きで2017から18、シーズン終了までのローン移籍で合意。2月11日のマンチェスターユナイテッド FC 戦で、移籍後初出場し、1から0の完封勝利を飾った。2018年5月30日、ニューカッスルユナイテッド FC は買取オプションを行使し、 2022年6月までの契約を締結した。2018から19シーズンはスペインのマルカミがプレミアリーグの最優秀選手20人の一人に選出されるなど飛躍を遂げた。翌シーズンも選手五神の役割を担い、10月には入荷するとの契約を6年に延長した。2007年から3年間にかけてユース世代のスロバキア代表でプレー 2014年5月のモンテネグロ戦でフル代表デビューを果たした。ディラクタントキーパーマーチンデュブラベスカメイクスライトインプレッションアットニューカッスルザ・ガーディアン2018年4月22日閲覧マグパイズ・コンファーム・パーマネントデュブラベスカディールニューカッスル・ユナイテッド・オフィシャル・クラブウェブサイト2018年5月31日閲覧ありがとうございます